僕なんかはニューヨークって言われたりさ、はい、また警察がね、うん、野村修介は非常に変人物だと、うんうんうん、田中角栄がね、やるんではないかというねその辺ちょっとお聞きしたいんですがね、で別にその偉いことをやったわけでもないわけですよ、うん、言ってみればその法治国家の中では法を逸脱したことだから、はい、あの田中角栄氏を襲撃する人物がいるとすればこの人物だなどと物騒なことも一部でささやかれています。新右翼リーダー野村修介氏であります。その昔河野一郎指定を焼き打ちして懲役12年、出所706日後今度は経団連襲撃武装選挙により懲役6年と獄中通算18年を経て昨年8月出獄以来450日余り、超一級の危険人物として当局から熱い眼差し注がれているのであります。かつてベトナム反戦運動などを通じまして、まあ、新左翼という言葉が登場したんですが、こういきましてですね、新右翼というこの思想グループが存在し、かつその存在にですね、最近では若い人まで大変まあ関心を持ち始めたと、まあ、いうことなんですが、その象徴的人物、として今ご紹介をしたわけなんですが、この野村修介さんという人物ですね、まあ、新藤君取材をしてくれたんですが、はい、どういう点にこの人の若い人を引きつけるような魅力というのがあるんですかね。そうなんですね、その点なんですけれども、実は我々も今回取材でいろいろ若い人に話を聞きましてね、そういう若い人の、うん、まあ、いわゆる一般的な若い人です、うん、その中でですね、新右翼というのは今一番ナウインだと、ほう、こういう言い方がする人が非常に多いんですよ。それで我々その一般的な、まあ、その人々の間ではですね、人間の間ではその右翼と言いますとね、うん、池さんなんかもどんなイメージあります？例えば街頭でガンガンやるという、はいはい、髪を短くして軍服を着て、まあ、あの黒い凱旋艦に軍艦マーチっていうイメージ、はい、ただそれ言葉で言うならばですね、まあ、とにかくうるさい、それから怖い、暴力的なってありますでしょ。 そうですね、それからナウイというのとはもう程遠いその、まあ、言うならばダサいというか、そういうイメージが我々にはあった、ところがですね、今その若い人に話を聞くと新右翼ってのは非常にナウインだっていうふうな話が出てくるんですね。で、新右翼っていうのはもともとこの新右翼という言葉を命名した評論家の井野健二さんによりますとですね、まあ、60年安保の時にですね、いわゆる新左翼が出てきた、まあ、それに対抗できる力を持った民族派の学生運動のグループを、まあ、井野さんがそういうふうに呼んだところから始まってる、そして現に現在の新右翼の若手リーダーたちというのはその民族派の学生運動をやってきた、その中からこう現れてるわけなんですね。で、実はですね、どのくらい名多いのかと言いますと、ここにですね、これ平凡パンチです、最近の号なんですが、これ言うならばその若者たちの、まあ、どちらかというとナンパの雑誌ですが、その中でですね、ちょっとこれご覧ください。男の目次録、ちょっといいですか。はいはい、これがですね、その野村さんなんですが、とてもその僕らがイメージした右翼の感じではない。確かに名古屋ね。そうなんですね、なんか背広の宣伝みたいな感じで、はい、ね、そんな感じなんですね。まあ、この方がその新右翼のリーダー、右翼民族派のそのスターと言われている方なんですけれども、なぜこの人物がスターになり、その若者たちの共感を得ているのか、まあ、その辺をですね、まあ、早速その野村さんに。この人自身も新右翼だって言ってるんですか、自分で。そのあたりこういうふうに話してます。新右翼という言葉をよく聞くわけですね。一体その新右翼ってのは何だっていうふうなこう興味を持つ人たちがどんどん増えてると思うんですけれども、まあ、そんな中で、野村さんの考え方を、まあ、お伺いしたいわけなんですけれども、一体まずその新右翼とは 何なのか、ご当人はどういうふうにお考えになってらっしゃるのか、そのあたりから聞かせてください。僕はね、率直に言うと、はい、その自分は新右翼という意識を持ってないんですよね、はい、はっきり言うと、はい、だけどね、その意味ではね、今言われる意味では僕が新右翼であると同時にね、マスコミも新マスコミが出てきてる、うんうん、ね、社会そのものがね、はい、戦後の40年というサイクルの中で一つの地殻変動が起きつつあると僕は思ってるわけです。僕が今回出てきていろんなマスコミ人に会う、要するに30後半から40前半が今ほとんどマスコミの中心になってきましたね、はい、見てみますと、その人たちの流れには全教徒出身者、いわゆる左翼出身者の人たちがかなりいますね、はい、でその人たちと話をしてるとね、うん、もう昔のマスコミじゃないね、うん、ないはっきり言って、
僕から見ると、と皆さんが僕のことを親友欲っていうと同じように、うん、逆に言うと僕が、うん、あなた方は新、うん、マスコミじゃないですかっていうようなね、うん、レベルで捉えていただいた方がいいと思うんです、うんうん、その男は男らしいもの、うん、まあ人間は人間らしいもの、うん、まあ自意識を取り戻してくる時代に入ってきてるんじゃないかなと思うんですよ、うん、要するに戦後っていうのはブロイラーだから、うん、戦後の国民我々は、うんうん、我々はブロイラー、要するにその戦後という高度成長の中で経済成長の中であのいわゆる大資本が作り上げてきたそのセックスだの、はい、または、レジャーだのというものに、うん、まあうつつを抜かすというかね、うん、自意識がなくてその中でずっと流れてきたでしょう、はい、40年間、はい、それがどうやら最近ねいくらか地殻変動が起きてきたんじゃないかなと、うん、という意味でね、うん、僕のことを信用欲って言ってんじゃないのかなと思います。なるほどね。とにかくその時代がどん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 変わってると、うん、例えば今までですね右翼は悪でその左翼が善だみたいな見方っていうのは一般にかなりありましたでしょ、うん、それが戦後40年経ってその右も左もその同じような地平から見るというねそういう変化が起きてきた。その中でこの新右翼というその自分たちが出てきたんではないかと、うん、そういうふうなことを野村さんおっしゃるわけですね、ええ、で当然その右翼というからにはですね、うん、これ天皇の問題ですとか憲法の問題ですとか、うん、まあ、いろいろ、議論の起こるようなことがあるわけなんですが、うん、まあ、そのあたりもですね、続いて野村さんの話を聞いていただきたいと思います。これから日本はどうなっていくのか、はい、またはその社会はどういうふうに動いていくのか、うん、一般国民がいちいちそんなこと考えてる暇ないもんね実際に、うんうんうん、また興味のある人じゃないからそんなこと言ってもわからないわけでしょ、うんうん、たまたまそういうその先鋭な意識を持った人たちが、うんうん、その社会の潮流に対して触覚を働かせていくというその触覚の部分を引き受けるのが僕はそのいわゆる皆さんが言ってる右翼だと僕は思うんだね、うんうんうん、僕はたまたま18年その刑務所で勉強したわけだけども、はい、結局日本のその古代っていうか日本の文化伝統の考え方ってのは非常に素晴らしい、うん、日本人っていうのは非常にそのなんていうんですかあの自然と調和していく文化を身に染めてるわけですよ、はい、だからそういう自然と調和していく一番頂点にあるのが伊勢神宮だったり、はい、神道であったり、はい、天皇だったりするわけなんです、はい、ね、ただ天皇は天皇制として時の権力者にいろいろそのなんていうかな都合よくその利用されてきた歴史があるわけです ね、うん、だけどその天皇制ということと、うん、今言ったその天皇の理念、うん、その日本文化伝統としての天皇の理念というのは全然違うから、はい、この前朝日ジャーナルで、はい、あの飯田桃さんと、うん、あの天皇論でやった時に、はい、天皇制を批判する自由を認めると、うんうん、いうことをあの、ね、僕も鈴木君も言ってると、うん、とやっぱり右翼の中の人にはね、うん、その天皇制を批判する自由を認めるってことはお前右翼じゃないんじゃないかってことはっきりしてますよ、うん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 、だけど僕は逆でね、はい、僕は日本のその民族文化伝統っていうのは非常に素晴らしいものなんだという前提に立ってますから、はい、素晴らしいものだったら批判されても受けて立てるはずでしょ。でそれを批判されることを恐れてさせないということになればこれは権力悪になってくるでしょ、はい、それを暗黒政治というんですよ。もう一回古きを訪ねて新しい国をするということもあるけど、うん、一体日本って何なんだろうか、うん、人間って何なんだろうかともっともっと戻らなきゃいけないと思うんですよ今度は個人的にも、うん、はい、例えばその新宿なんか行って、うん、覗き部屋だ、うん、まあいろんなありますね、あの、うん、セックス産業なんかあります、うん、で出てきて僕セックス産業なんかも覗いて歩きましたけどね、うん、非常に悲惨な状態ですよ、うん、世界でこんなバカなことやってるの日本人だけだよね、うんうん、だけどもそれは一面で非常にいいことなんです、うん、はっきり言って、うん、それは一面で非常にいいことなんですよ。と言いますと？というのはね、うん、そのみんなが自由でおおらかでね、うん、豊かに暮らせるってことは非常に素晴らしいことでしょ。そうですね、はいはい、だから僕なんかの考え方はそれはまずいいことだっていうことから出発することね、はい、例えば万葉集の世界だって古事記の世界だってみんな豊かでおおらかで明るいんですよ、はい、明るいの、はい、ただね一つだけねその見そぎをすると常に反省しなさいと、はい、フィードバックすること、はい、健全に機能しなくなった時に一体元に戻ってみようと、うん、一体我々は人生って何なのか国家って何なのかということをもう一回年中フィードバックしないと、うん、我々の風土の中で育つくしまれ育ってきた文化と伝統の中に原点を見出してみようということがね、うん、最近はあの君たちは信用かって言われる家になってきたの、うん、まあ、あの今の話の中でもお分かりになったと思いますがその非常にこう柔軟なものの考え方、うん、
まあ、その天皇制を批判する自由をね、うん、残すんだみたいなことってのは今までの右翼の発想からはない、ね、出てこなかったわけですね、はい、うん、で、まあ、これは井野さんのやはり話なんですが、そのこういったその今の新右翼の考え方というのは戦前の右翼の考え方と非常に似てるって言うんですね、おおらかであり、うん、その寛容って言うんでしょうか。で結局戦後の右翼っていうのは進駐軍がその反共政策 の、 そのアウトロー機動隊といいますかね、手先として使った、それでどん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 堕落したんだということなんです、うん、それがやっと本来の姿に戻ってきたのがその野村さんたち の、 その新右翼なんだということなんですね、うん、でその野村さんたち一体じゃあこれからどういうことをしようとするのか、まあ、そのあたりも話聞いています。でもね、なんとなくね、僕なんかほら新右翼って言われたりさ、はい、また警察がね、うん、野村修介は非常に危険人物だの、うんうんうん、田中角栄がね、うん、やるんではないかというね、その辺ちょっとお聞きしたいんですがね、うん、まあ、その野村さんの場合にはそのこの手焼き討ち、それから経団連襲撃事件、それでまあ都合18年刑務所に入ってるわけです。で出てきた時に、公安がですねだいぶマークしてましたね。で今度田中角栄をそのテロるんじゃないかというふうな話があったわけなんですが、それでまあそのあたりからその武闘派行動右翼というふうに呼ばれるわけなんですけれどもね、その今まで過去にまあそういったそのテロなりやってこられてきたわけなんですが、その辺はどういうふうに、うん、それもね、うんうん、その僕個人で言うとね、はい、その自分 の、 その人生観の一つの情念の発露であった、はい、で別にその偉いことだったわけでもないわけですよ、うん、言ってみればその法治国家の中では法を逸脱したことだから、はい、悪いことですよね、その、うん、体制的に見れば、うん、しかし逆に言うとね、そういう戦後体制という管理社会に対してその思想戦争ののろしを上げていかなければならないだろうっていうふうに僕は思ってるわけですよ、はい、それが一つのそういう直接行動という形になって出てきてるんです。僕は歴史上の人物として何人か尊敬する人を挙げろって言うとね、はい、一人ね、アン・ジュンコンが入ってるんです。アン・ジュンコンこれは韓国の青年ですよね、はい、そして日本の初代総理大臣伊藤博文を暗殺した男ですね、はい、ハルピン不当で、はい、でこの人が結局銃殺されて、まあ、日本の陸軍の戦によって銃殺されて死ぬんです。で僕は非常に尊敬する人を歴史の中から挙げろってところ、アン・ジューコンが出てくるんですよ、はい、一人として、はい、なぜかというとね、このアン・ジューコンの衣装を見た時に僕が感動したことある、はい、これはねこういう衣装を書いてるんですよ。その私はね、今日本軍の手によって殺されると、でも私は日本の明治大帝のを非常に尊敬してるんだと、うん、ね、先生日本人の友達もいるんだと、うん、しかしそれはなぜかというとね、その日露戦争を戦ってね、要するにその侵略の大きな流れの潮流の中にある一つの転機を作ってくれた、うん、アジアの曙者だと、うん、明治天皇という人はね。だけど今日本の政府がやろうとしている韓国植民地政策は日本の素晴らしいその我々が信奉する天皇主義じゃないんだと、これは権力主義なんだと、波動だと、日本は本当は王道であるはずだと言って死ぬんですよね。歴史っていうのは大きなうなりとか流れの中で動きますから、という話なんですが、お聞きになった秋元さんどうですか。僕はずっと話聞いててね、あの言ってること分かるかなと思って聞いてたんですが、はい、彼自身がね、伊藤博文を暗殺したアン・ジューコンにも触れましたね、はい、この辺からちょっとね、というね、うん、戦前と戦後の右翼の違いを言ってるけれども、はい、本質的には違わないんじゃないかなと、うん、いうふうな今印象を持ったんだけどね、うん、なんか やりそうな人ですか、やっぱり。ある種ですね、若者を引きつけるカリスマ性、うん、ムード的に非常に持ってますよね、うん、でそれは何かというと、まあ、僕本当に2、3回その数時間あっただけなんですけれども、うん、結局純粋さっていうんですかね、それとまあ結局キャリアを見ても、うん、まあ、信念の人というか言行一致、うん、その辺がその若者を引きつける要素っていうのは多分にあるなという気はしましたね、うん、しかしどうですか、やっぱり基本的にはこの情念の発露を抑えることもできない人、うん、どうなんでしょうね、ご本人もですね、うん、まあ、今度何か起こせば自分の命はないというふうなことをおっしゃる、それが、まあ、それだけのキャリアを持った人ですんで、非常にこう重みのある言葉なんですよね、はい、うん、まあ、非常にわかりますよ、話聞いててね、言ってることっていうのは、まあ、僕なんかはその当たり前のことをごくごく、うんうん、そして彼らの場合には、まあ、違った意見でも自分たちと違った意見でも、うん、とにかく聞きましょうと、そしてとにかく野村さんは左翼にもですね、うん、信仰が深いですしね、うん、とにかく話し合おうという態度っていうのは非常にあるんですね、うん、
よくわかりますけれども同意できないものもありますね。そうですね、まず確かに議論しなくちゃいけない点はいくつもあると思います。ということで新藤敦史レポーターでございました。どうもありがとうございました。